楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は左の塩見、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ライオンズピッチャーを交代します。今井降板、左の小川今日2番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。6回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者島内、今日は三振とファーストフライ。投げた、インコース低め、直球は外れてボール。投げた、ストライク。投球は3球目、投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは銀次、岡島に変わりまして背番号33。第9、投げました、ストライク。初球ストライクから第2球、インコース引っ張った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。第3球を投げました、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番茂木、今日はライトフライとセカンドゴロ。投げました、直球ストライク、アウトローへ。第2球、投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、スラーブ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打った、山川取った、山川一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。小川三者凡退に抑えています。6回の裏が終わりまして1対0です。ライオンズ1点差に届かず敗れました。勝者楽天イーグルス。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき